はい、それでは、片倉小十郎編続きからやっていきましょう。さあ、あと約2000ぐらいかな？どうだろう？ほい。漏れたね。うん。あと2000ですね。よし、刑事行こう。クリティカルヒット。やっぱネギかな、とりあえずは。トリマネギやな。 多分最後あれだろう、長宗我部やろ。まあ、この天下統一クリアしたら第7武器は手に入るとは思う。いい。あんたにゃ、飛飛ばびしちゃっきりた。の祭りを見せてやるよ。前か。政宗様、雰囲気に飲まれてご油断めされるな。おわい。おわい。よし。で、喧嘩が行われる。祭りやで。敵じゃ。え、祭り？え、祭り？こいつら短期だからね、祭りすぐやめるから。ちょっと急いで、ちょっと。一度真剣勝負をお願いしたいもんだ。OK。こいつだけ倒して。OK、まあ、間に合った。俺ら後ろについていきます。敵や敵さん、気張っとめ。長いね、さすがレベル2。ちょっとあんまり倒せんな。引っかかってる、引っかかってる。ケイさん、喧嘩もほどほどにせなあきまへんや。あいてて、俺にもまだ見えぬものはあるか。お前は弓か。いや、結構弓ストレスだな。やられた。年かな。一個一個ひるむからな。ちょうど暇してたところや。さあさあさあ。これが才能。俺なんかには一生追いつけねえ。この小判兵は何のためにいるんだろうね。人気臭い顔はあかんよ。逃げるけどさ、こいつら全然お金稼ぎにならないからな。いやー、でも属性武器でもいいかもな。わっしょいわっしょい。酒や酒持ってこい。祭りは今日の風物よ。楽しまなきゃ損損。おめえら、政宗様を見失うんじゃねえぞ。拙者追いつけた試しはありませぬ。はい、祭り終了。敵や、いつの間に。いいねいいね、祭りに喧嘩。俺らもビクともしねえからダメだな。焦るんじゃねえ。おめえらにできることをしっかりやるんだ。勝て。硬いな。オイラにも戦わせてくれよ。ほらよ。踊るアホに見るアホ。ほらほら、あんたも踊って踊って。
踊れ。みんなもふんどし脱いでまえ。はい。腕がうずく。雑魚以外の相手がしたいもんだ。なかなか痛い発言するな。岩大安、くじは大吉と来たもんだ。へ、うん、あよっと。さて、運ダメージと行くかい。来いよ夢、この世の夢よ。行きはよいよい、帰りは怖いってね。はい、祭りの邪魔者つまみだぜ。その喧嘩俺も混ぜろよ。そう、静かに眠れ。あの世で政宗様の天下取りを見物しない。そろそろ技って出しそうだな。悲しいことがあったんだな。あたたたたた。おお、ちょっと待てよ。あんたを畑のかかしにしてやるよ。調子に乗ったら死ぬか。馬玉の心配すんな。おい、俺がてめえの火を消してやる。散りまくって逃げるに限るね。やばい、倒しきれんくなったな。それは属性武器に戻すか。うん、飛ばします。お、40レベル、あざっす。いい感じ、レベルが上がってる。さあ、ラスト一戦かな。あ、モーリとチョースカメがいたのか。モーリか、ラストモーリか。オッケー。じゃあちょっとこれしようかな。で、少しここで素早さを上げとこう。はい、まあ、これはあれですよ、あの船に仲間を100人入れ、100人乗せたら特別恩賞出るっていうやつですな。そうそう、上陸戦ですね。おめえら遅れんじゃねえぞ。全員船に乗り込め。急ぐのだ。いい、皆の者、一兵たりとて船に乗せるでない。たまれ。強っ。何をしておる。進め。恐れなど抱くでない。あ、いいね。これレベルマックスになったらさらにやばいんだろう。移動速度アップつけたから大丈夫さ。あの世で政宗様の天下取りを見物しなよ。とりあえず奥のやつも倒すと。乗船できたぞ、一番乗り。船に乗せるなとあれだけ言ったはずよ。そなたら失策の処罰は覚悟の上か。護衛隊長、オッケー。やったぜ。船に乗ればこっちのもんよ。敵だ、敵が来たぞ。早く船に乗れ。小次郎、派手なのを頼むぜ。早い、毛利軍がもうここまで。これが才能、俺なんかには一生追いつけねえ。
愚か者は奴の一族に処罰を加えよ。元就様、お役に立てず、お許しください。小十郎様、俺らのことはほっといてください。おいおい。ひるむな、乗り込め、乗り込むんだ。それで小早川高影もここで処理。まだ半分。これじゃ高松城は攻められないぞ。毛利軍と遭遇、まさか作戦が読まれてる。オッケーオッケー、今行く。あの奥のやつ倒さんとあかんな。あ、でもスルしてんなお前ら。今の木である。せめて緩めまいぞ。突破されたか。使えぬ者どもめ。こっちに敵だ。さすがは毛利元就。小十郎様に迷惑かけたくねえ。どうしたら。これいけるんじゃない。貴様ごときに、おいおい、我が歩んだ道を覆せはせん。それで我をやり込めたつもりか。我が隊乗り込み完了。後続隊急げ。一気にそっち湧く。悪いね、うちの副将はちっとばかり短気でな。おい、あと少し、あと少しで出航できるぞ。達人と大門気取ったのが失敗だぜ。オッケー、これで。なんたる無様な使いぬ者どもめ。もうよい、我が出る。我が出る。貴様の蹂躙許すまい。我が名は毛利元就、日輪の申し子なり。申し子なり。この小十郎、伊達に右目と呼ばれてはいねえ。我が采配に敗服するがよい。てめえには喝を入れてやらなきゃいけねえ。どけ、早々に道を開けるがよい。ヌバタマの闇に。どいつもこいつも覚悟は足りねえ。貴様がここでつまずくのは決まりきったことよ。一戦。お。元就様の手の内とも知らず。くそ、俺の友が。お、これは。お祈りを済ませろ。今すぐ済ませろ。これが出たら条件反射で逃げ腰だぜ。すげえ、なんて綺麗な太刀筋なんだ。その顔で我を選んだつもりか。恥じることはない。我に敗れたことを光栄に。よし、これで。貴様の失策は、いけた。我を攻め落とそうとしたことよ。所詮は我も駒の一つ。笑い方よ。危なかったな。あれで AT フィールド展開するじゃないですか。あれをね、二枚重ねにしちゃうとね。真剣勝負はどこに転がってんだかな。その AT フィールドの間に入ってしまうとね、HP をゴリゴリ削られてもう即死という事件もあり得るので、ちょっとあの AT フィールドはマジで怖い。あの緑のね、丸いやつですよ。さっきこの地にとか言いながらさ展開したやつ、あれはマジで危険。はい。日は昇ったか。オッケー。ここに
達成しましたね。ありがとうございます。マジ武器出なかった、マジか。そうかそうか、あーこれか。まあしゃあない。はい、これは飛ばしていきますよ。よしよし。ありがとうございます。はいはい、ということで皆さんご視聴いただき誠にありがとうございます。終始何言ってんのか俺もわかんないんですけどもまあこれが俺の実況スタイルですね。もう独り言で何を言ってるかわかんないんですが、それでもよろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。